皆さんこんにちは、ケンです。本日は2月22日に発売されたパナレーサーのフラグシップタイヤアジリスト。本日時点ではアジリスト全部で3種類登場しておりまして、クリンチャータイプとなっております。後にチューブラやチューブレスも発売されますので、よかったらチェックしてください。私はですね、パナレーサーの PR パートナーを務めているため、事前にアジリストの情報はいただいておりました。そして2月22日情報解禁とともにアジリストを使わさせていただいております。アジリストの特徴はですね、レースエボ4シリーズの後継になってくるんですけども、まずタイヤの基礎となるコンパウンドというものがですね、新しいものとなっておりまして、転がり抵抗が 12% 低減されております。そして対パンクベルトも改良されることによって、前回のタイヤから軽くなり、そしてさらにパンクにも強くなっております。近年ですね、リムからディスクブレーキモデルに変わってきまして、実は車輪のリム幅っていうのも昔だと 15mm とかでしたが、今だと 19mm っていうのが主流になってきます。今回の新タイヤっていうのは、今ですねメジャーとなってきているリム幅 19mm を元に設計された新規格に合わせたタイヤに仕上がっております。次にアジリスト3種類の特徴をご説明したいと思います。まず赤色のパッケージに入っているアジリスト、こちらはですね、いわゆるオールラウンダー向けのタイヤとなっております。黄色のパッケージに入っているアジリストデューロ、アジリストよりさらに対パンク性が優れております。アジリストライト、青色のパッケージに入っているこちらのタイヤは超軽量モデルになっております。3種類の中でも圧倒的に軽いです。レースエボ4が何に置き換わったのっていう話になるんですけども、レース A、レース C、アジリスト、レース D、エボっていうのがアジリストデューロ、ジラというタイヤがあるんですけども、これはパナレーサーの中でも超軽量タイヤでした。こちらがアジリストライトに置き換わっております。ジラーにつきましては、過去に私昔の動画になるんですけども、動画上げてますので、よかったら見ていただけると幸いです。フラグシップタイヤっていうとレースに出る人向けかなって思われる方もいると思うんですけど、そんなことはなくてですね、このフラグシップタイヤを履くことによってホイールの外周が軽くなって転がり抵抗も低減できますので、趣味としてロングライドをしている方だったりとか、通勤通学で使っている方、そちらの方にもおすすめのタイヤとなっております。私自身ですね、日頃レースに出るわけではなくて、趣味としてロングライドしたりとか、あとはグラベルロードでグラベルライドしたりとかしている人間ですので、今回のレビューっていうのはいわゆるレース目線ではありません。私とその協力者の方が感じたホビーライダー目線でレビューさせていただきました。今からそちらのファーストインプレッションの動画を公開します。初めて使った時のリアルな声っていうのが聞けると思うので、面白いとは思うんですけども、結論から言えよっていう方でしたら、概要欄の方に1目の秒数を記載しておきますので、そちらから飛んでいただいて3種類比較の結論を見ていただければと思います。それでは行ってみましょう。はい、でアジリストがデューロとライトがあって、はい、どっちから使いましょう。それか、はい、今は僕履き替えます。今アジリストノーマル履いてて、昨日50キロ10キロ今50キロぐらい走ってたんですけど、はい、これライト使おうかな。じゃあもう指定していいですか。はい、デューロから行きましょうか。わかりました。ピカピカデューロライトはこのようにグリップがなんかこういうなんだ爪みたいだね。おお、変わったパターンですね。そうそうそう、ジラーもこんな感じでしたよ。サイドに少しだけで、めっちゃ軽い。これやっぱめっちゃ軽い。あ、軽いですね。 170g、 170 ですよ、 25C で。え、170って軽いですよね。200ちょいありますよね、大体170。そうですね、170やばいですね。こっちがユーロが
あ、表記ねえ。あれ、こっちは表記ねえな。私のやつが 15C っていう、あのいわゆる昔の規格のやつなんで、あえてなんですけど、なんで 25C が 24C になるんですよね。19C のリムサイズで設計されてるやつなんで、プライム。これ19じゃないですかね。19より太い可能性もあるんです。太いですよね。はい。でもこの今時のやつに合わせたやつなので、こちらが一番レビューとしては最適かもしれません。グラキンとそのデューロどっちにしますかっていう人いそうっすよね。はい、そうですよね。ね。チューバーパナレーサーの、はい、R エアですね、私は。軽いブチルチューブですね。あ、全然違う、全然違う、軽い。なんかこう風が今日強いんで余計なんかこう持つと。お、めっちゃ軽いじゃないですか。こっちも軽いんですよ。軽いですね、これも。これノーマルですもんね。ノーマル。そうですね。ノーマルでも軽いんで。逆に不安になりますね。いや、そうそうそう。漕いでる時にちょっと今までグラキンとか、はい、ちょっとグラベルロード乗りとしては、おお、なんかふわふわしてるなみたいな。多分この組み合わせすげえ気になってる人いると思うんですよ。なんか昔のデュラのやつですけど、はい、未だにそのヒルクライムのチャンピオンとか。使ってるような超軽量1300ちょいぐらい、やってみましょう。今タイムラプスで撮ってみて。薄いな、これは薄いぞ。大丈夫か。外側の部分なんてあれっすよ、なんかちょっと頑丈な安いチューブみたいな。あー、なるほどね、はい、安心感ありますね。安心感ありますね。森コロパークのサイクリングコースは全周5キロとなってまして、結構アップダウンが激しいコースになってるかなと思います。途中でストレートもあるし、こういう風にアップしてダウンしてまたアップしてダウンして最後アップしてゴールみたいな感じなので、まあ新タイヤの市場にはすごくデータが取りやすいと思いますので、今日はここでねタイヤを何回か履き替えて、まあレビューするためにね、ホビーライダー代表としてやっていきたいと思います。バイク紹介と履いてるホイールタイヤ教えてください。まず車体がビアンキインフィニートXE です。インフィニット XE、はい、でホイールがプライムコンポーネンツの、結構リム配置高いですね、はい、50mm ですね。50mm、そこにアジリストのデューロ入ってますね、はい、25C ですね。ホビーライダーでデューロを履いたのは日本初かもしれない。アジリストは皆さんね、今宣伝アジリストのノーマルをしてますから、はい、初かもしれないですね。僕はライト、今はライト乗ります。アジリストは今乗ってきたんで、じゃあ普通に楽しんでいきましょう。はい、うんうんうん、はいはいはい、もう分かった、もう軽いわ。置き出し軽いですね。あの味、それも軽いですか。これ軽いです。じゃあそれで軽かったらライトとかデュー、あのこの感動しますよ。でライト軽いです ね、 ですね、軽い軽い。一周で結構疲れてしまうんですよ。結構ボリュームありますよね。上りアジリスト最初乗ったんですけど、はい、若干軽くて
転がってくれますね、その分やっぱり伸びる感じ、はい、止めた時にノーマルが相当いいなノーマルの方がグリップグッて効いてやってくれる感はあります。あ、多分あったんで大丈夫です。僕ちゃんとやったんで多分パッと見分かんないと思います。あ、本当ローテーションあった一応ここに矢印が本当や変えたって。え、変わらんくね。ここのグリップするとこだけだと思うんだけどね。そうですよね、そこだけですね。なんか別にこっちから見てもこっちからスタートしてるし、わからない。あ、でも今レース D 入ってるんですけど、それより全然ちょっと柔らかいかもしれない。しなりがあるわ、やっぱり。レース D の方が硬いと思われます。ずっと入った相棒なんで、レース D は、はい、次はアジリストライト、こっちがアジリストデューロで撮影していきますね。よいしょ。あ、漕ぎ出しが重いそうですね、もうこれ重いわ、これは重いわ。違いますよ皆さん、重いっていう表現はちょっと語弊があるんですけど、軽いんですけど、あー極端や。あー、なるほどなるほど。どう、細かい振動を受けますね、だいぶやっぱし。で、今ここ路面綺麗なんですけど、細かいね、水はけがいい道路だとそこで振動吸収性は体験できるんです。ほう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 、横のグリップ引っかかるんかな。そうですね、横のグリップが強い分あれ出てるんですよね、あえてなんかボコって、はい、卒になってるんですよ。直進性は良くなる分ちょっと曲がりが重いかな。あ、だからダンシング効くようにして、なんか転ばようにしてるんですかね。あ、いや、これ足の疲れとかじゃなくて、やっぱりその2つと比べちゃうと重いっす。あ、まあそうですね。ここね、ここからちょっと路面変わってちょっと、はい、はいはいはい、こっちの方がねやっぱいいわ。そうですよね、こういうなので水はけのいい路面っていうか、ちょっと砂利敷き詰めたようなねとこではすごいいいです。そっちはどうす、まあ、乗り心地としてはやっぱり差がありますね。細かい振動を吸収してくれたり、まあ、ここには向かないかなって。あ、周回するにあたってはちょっとトレーニングになってますわあのやっぱ軽いの履きすぎて、はい、重い。グリップがあるんだよなと思ってて、グリップなのか、なんかこうこうした時に抵抗感がある。あ、まあそれも変な話ですけど、めちゃくちゃいいんですけど、はい、もう軽さ速さヒルクライム楽しさはこっちです。3種類乗って思ったのはもうどうかな、何がいいかな。まあでもやっぱりおすすめはノーマルかな、それが一番いいのかもしれないですね。でもこの2つは尖ってますね。尖ってる、なんで選ぶ人ジューロとライトで、アジリストはどっちかっていうとこっち寄りですね、感覚的に軽いって感じたんで、こっちに近いですね。こっち寄りじゃない気がする。
まあ層が一番厚いんで余計違うんかもしれないですけどね。こっちのライトのちょっとよりグリップ効くような、はい、伸びはこっちの方が間違いなくいい。漕いだ時の伸びは軽いんで。いかがだったでしょうか。それではまとめをお話ししたいと思います。まずですね、まあ、パナレーサーが歌ってるように全部のタイヤですね、レースエボ4からジラーからも当然進化してました。パナレーサーのレースエボ4シリーズを全部使ったことがあり、そしてジラーも使ったことがある私だから分かることではあるんですけども、どういったところを一番感じたかっていうと、まあ、感覚の話をしますと、タイヤ自体にしなりが生まれてさらに転がりが長くなったと感じました。各タイヤどんな人におすすめかっていうのを2人で話し合ってまとめを出させていただきました。一番最初に買っといて間違いないのはアジリスト無印になっております。乗り心地的な話とか、転がりでいくとアジリストライトっていうもう一番軽いモデルですね、こちらに近い感じです。そしてアジリストライトの方がやっぱり外周が軽い分、巡航転がる距離でいくとアジリストライトの方が間違いなく上です。皆さんの趣味での使い方だったりレースでの使い方になってくるんですけども、今これを見てる方が例えば、まあ、海外メーカーの一番いいフラグシップタイヤを使ってるっていう方、あとは日頃レースに出るっていう方はもうアジリストライトが一番いいです。ただちょっと振動は拾いやすいかなって印象です。綺麗な路面でしたらアジリストライトでヒルクライムするのは非常に楽しいと思います。アジリストデューロ、アジリストライト、アジリストを履いた後にアジリストデューロを履いてしまうと感覚としては重くなった、加速感が減ったなって思うと思います。周りを覆うベルトが頑丈にできているのでライトやアジリストに比べるとちょっともっさりした感が出てます。ただタイヤがしっかりとしてるおかげなのか、デューロはですね振動をいなしてくれるっていう表現になるんですけども、振動吸収性が間違いなく3種類の中ではいいです。まあ荒れてるところを走った時に感じることです。通勤通学で使う方だったりとか、趣味でロングライドを走ったりとか、綺麗な路面がないところを走る方にもおすすめとなっております。ということで、まず最初の一本としてグレードアップしたいっていう方でしたらアジリスト、軽い速いを体験したい人はアジリストライト、パンクはなるべくしたくない、乗り心地も良くしたいっていう方はデューロを選んでいただくといいと思います。ホビーレーサーの意見になりますので、レースに出る方はまた違うかもしれませんので、まあ、レースしてる方のレビューとか見ていただけると幸いです。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。